空のすばるは、元島幸久による日本の漫画作品。講段社観光、週刊少年マガジンを呼び、マガジンスペシャルで連載されていたゴルフ漫画。全21巻。星のすばるは、運動好きの小学5年生だったが、急性腎炎を患い、一命は取りやめたものの、激しい運動ができない体になってしまう。落ち込むすばるであったが、 ゴルフをたしなむ一人の老人、西尾聖一郎と出会い、体力のない老人や子供でも楽しめるスポーツである、ゴルフに魅了される。日本プロゴルフ界の頂点に立ち続け、帝王と称される、兵道正氏今は、車椅子生活を送る、スバルの父大地は、かつて、兵道正氏と、唯一競り合った凄腕のアマチュアゴルファーでもあった。大地の計らいで、 兵道正史とコースデビューを果たしたスバルは、生死から、競技ゴルフを進められる。兵道正史の一人息子兵道心は母を亡くし、父である生死と過ごす時間を増やすべく、生死のいる場所である、プロゴルファーの世界を目指していた。自分ですら、父、生死とコースを回ったことがないのに、父、生死とコースを回っているスバルを目撃した心は、 スバルに嫉妬と敵外心を抱く。西尾誠一郎が主催するジュニアフレンドカップで、スバルと、新、西尾の孫娘である、西尾緑は激戦の末、スバルが優勝を果たす。スバルは、ゴルフの名門、青北学院中等部に、ゴルフ部門のスポーツ受験で挑み、困難な試験の合格する。青北学院男子ゴルフ部は、部長のあの方針変更によって、 分裂状態だったが、スバルは、アズマと部長の座と、ゴルフからの撤退等をかけて、勝負を挑み、これに勝利する。全日本ジュニア対抗戦に参戦した青、北学院男子ゴルフは難敵を下し、決勝で、再びシンと対戦することになる。スバル、シンともに、今後のゴルファー生活を危ぶまれるような疲労、負傷を伴う、激戦の末、個人スコアとしては、 両者マイナス54という驚異的なスコアで引き分けたものの試合の勝敗そのものは青北学院が優勝を果たす5年後シンはプロゴルファーとしての歩みを始めスバルは日本アマチュア選手権へ参加する大会中にオールドマンパーと出会ったスバルはやっぱりゴルフは面白いと今日もコースに立つありがとうございます